はい、ということで毎日コリスでございます。今回はですね、結構買ったものが一気に届いたのでまとめて開封したいと思います。じゃあまずこちらの封筒から開けていきたいと思います。昔の YouTube カードとかのトレード動画見るとこんな感じ、見てみてください、興味あったら。そういうことでいきます。さあ、ワクワクです。こちら、おー、ちょっとまだ見えないね。なんだろうな。おー、来た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 、ほらほらほら、古田五郎氏造形の来ましたよ。これ一回400円のガチャガチャなんですよ。古田五郎さんと言ったらですよ、皆さん、チョコエッグの塗装のほとんどをこの人が担当しましたからね。これ素晴らしいですね、ほら。これですよ。これがね、象の先祖。こんなやつがね、いたんですよ。ということで、次二つ目の封筒ですね。何が入ってるのでしょうか。二つ目、こちら。お、これこれこれ。これね、ミニブックついてないから、こういうミニブックなんですよ、これ。わけあって絶滅しました。これですね。これはいわゆるですね、おまけガチャですよ。おまけガチャ。要は、チョコエッグの、まあ、海洋堂から出てる、あと、古田と提携して販売された、1999年食玩ブームのチョコエッグって、まあ、いわゆるおまけなんですよ。お菓子がメインなんで。それでいろいろあって、なくなっちゃって、動物コレクション、日本の動物コレクションなくなっちゃって、2013年ぐらいから海洋堂がまた、チョコエッグ復刻版みたいな感じで、ガチャガチャで出したんだよね。海洋堂。こうやって未だに訳あって絶滅しましたとか、生き物のフィギュアをガチャガチャに出してるんで、もうこれは実質お菓子のおまけではないんですけど、完全にやっぱりチョコエッグとかチョコラザウルスとかのオマージュ品なので、僕はねこれおまけガチャって呼んでます。なので買いました。プラティベロドンさん、3ついてんの面白いね。これの絶滅した理由がね、んなんや、 Y の顎が気になるんか、めっちゃ下顎出てるけど Y は象の仲間やで、でもなこの下顎めっちゃ重いっちゅうねん、あとすんごい噛みづらい、もはや苦行やで、そんなわけで食事するだけで疲れ果て子孫を残せず消えてしまったんやっていうね、めちゃくちゃアホじゃねえかっていう、顎が重すぎて絶滅っていうね。これが二つ目のプラティベロドンです。あれ、若干塗装違くない？変わんないね。うん、変わんなかった。全然一緒。いやいやいや、素晴らしいですね、これね。ほら、これがまた刺しにくいんだ。はい、二体目。三袋目でございます。さあ、何でしょうか。まあ、これちなみに一個ね、相場700円ぐらいですね。まあ、ヤフオクとかメルカリで。三袋目何でしょうか。お、またです。わけあって実現しました。プラティベロドン。どんだけ買ってんだよっていうね。同じやつをね。めちゃくちゃ買ってるでしょ。まあ、これは、わけあって買いました。まあ、あとでそれは説明しますんで。3体目ですね。おいおいおい。おいしょ。ということで、どうでしょう。3体ですよ。3体。次ですね。4袋目。さあ、何でしょうか ?4 袋目。おー、来たー。いやー、手紙付きだと嬉しいよね。そう、メルカリとかってさ、手紙付き多いよね。これメルカリなんだけど、メルカリっていいよね。丁寧、丁寧。ヤフオクは、はい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 、はい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 、定型外、はい。みたいな。まあまあ、なんかね、メルカリの方があったかい。人があったけんだ。人の人情も込みで売ってるね、あれ。送料込みじゃない。送料人情込み。あの値段。これはメルカリですよ。おー、来た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 。わかります？メガマウスって知ってます？これ俺好きでさ、メガマウス。謎大きい動物ですから。来た来た、ほら、これザ食玩。来ましたよ、ほら。前世紀ですよ。松村忍さんが、もうその名を轟かせた。もうこれはですよ。食玩、お菓子のおまけを
語る上では欠かせない商品でございます。じゃじゃーん。メガマウスでございます。これ、素晴らしい。来た来た来た、ほら。ねえ、来ちゃったよ。ほら、これですよ。原型解説、松村忍。もうこれがもうほんと神様みたいな存在なのに、僕からしたらね。おまけの革命児というか、もうお菓子のおまけっていう概念を覆した。いや、食玩っていう概念を覆したと言っても過言ではないでしょう。説明読むとね、1976年に発見された全長5メートル近くにもなる大型のサメ。でかいですね。世界中で9頭しか見つかっていない。日本では3頭が記録されている。すごいよね。いやー、これもですね、ちょっと訳あって私買ったんですけども、ちょっとこれ組み立ての時間入れると長くなっちゃうんで飛ばしますね。ということで、組み立て完了しました。かわいいね。これ、すごいよね。でね、当時、松村忍さん、これ作ってる時に、ほとんどメガマウスの資料ってまだなかったらしいんですよ。今も多くはないんですけど、2001年とか、2002年。で、想像で作ったらしいですよ、これ。すごいですよね。想像でこの造形を作っちゃうって、やっぱり違いますね、神様は。ね。素晴らしいでしょ。可愛いでしょ、これね。いや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 、世界で9体しか発見されてないんですからね。すごいですよ。もううち4体がうちにいるっていうね。すごいです。あと5体でも世界を牛耳っちゃうという。じゃあ、そしたら、次、まあ、開けます。よくさ、開けてって忘れちゃうんだよね、いっぱい。何個目だっけっていう。で、こちらがですね、また同じやつですよ。ちなみ、ちなみ。おい、来たー。メガマウス。はい、来たー。で、これがですね、これ、これ、これ、注目すべきはこれ。メガマウスのミニブックなんですけど、まあ、本来ね、こんな感じなんですけど、これがですね、見て、ここ。ここ、見て、ここ、ここ、ここ。注意書き。なんですよ、基本は。でも、これ。コレクションボックス、毎月1000名様、プレゼント。これなんですね。見て見て、これほら。応募期間2000年10月末まで。すごいね。めっちゃ前じゃん。ね？すごいでしょ、これ。これはね、貴重ですよ。このミニブック。だいたいね、このメガマウス出回ってんのってこっち。でもね、これは見ないぜ。これ結構珍しいよ。っていうので、これは、これ要因で買いました。で、これ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 ね。日本の動物コレクション。こういうラインナップなんですね。で、おー、いるいるよ。どこだどこだ行ったー、メガマウス。ね。ほんと日本で3頭見つかってくれてよかったですよ。日本で見つかってなかったら、ここに載ってないからね。ありがとう、見つけてくれた人。ね。ちょっとね、やばいプラティベロドンとメガマウスを僕持ってるんで、そいつらを引き立たせるために古文として買いました。要はそのやべえやつが一体ずついるんで、ボス感出したくて、古文要因ですね。ということで、今からそれを飾っていきたいと思います。はい、ということで、やばいメガマウス、プラティベロドンお見せします。はい。あら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 、どうしたの？しのぶちゃんのサイン入ってるよ。これがですね、僕ツイッターとかでもお見せしたんですけども、これ、松村しのぶさんの、まあ、神様のサインが入っちゃってるメガマウス。これ入手しちゃったんですよ。やばいぜ、これ。まあ、これはまたね、後ほど別の動画撮りますわ。やばいんで。で、これ。はい。古田五郎先生のサイン入りプラティベロドン。で、古田五郎先生は、チョコエッグで、ほとんどの生き物の塗装を担当してる人なんだよ。だからもう実質こう影の松村忍というか、そんな感じなんですよ。その人のサイン入り、直筆です。これも本物です。で、これがこう二つ揃っちゃったんですね。神様のサインと、もうその、第一人者のサイン二つも入っちゃってるんで、ここの下に入れたいじゃないですか。古文として、普通のやつを。
で、こうやって、今ね、こうやって並べてんの、こうやって。おー、ほら、ちょうどいいじゃん。メガマウスもこうやって見てさ、ほら。もう入んないよ。あと一匹。で、これ二匹でちょうどいいじゃん。で、上見ると、うわー、ボス。ね。これもね、セリアかなんかで買ったんですよ、これ。で、これもセリアだからね。これがね、このブロックがダイソー。で、これがセリア。これなんかの商品買った時についてたプラスチックのケース。いいなーと思ってそのまま捨てずに取ってたら、神様のサイン入りを入手しちゃったんで、たまたま良かった。いやー、素晴らしい。これはね、チョコエッグファンの人が見たらもう、どんだけ羨ましいコレクションしとんねん、こらって。怒られちゃいますからね、僕。泥棒入ったらここだけ盗まれちゃってたかもしれない。あ、やべえ、これ、松村忍のサイン入りやないかいつって。現金とか一切盗まれないっていうね。特殊な泥棒もいるかもしれないんで、ちょっと戸締まりは、もう気をつけていきたいなっていう感じでございます。ね。また、おまけ入手したら、このチャンネルで紹介しますので、よろしくお願いいたします。ということで、いい感じの古文が揃ったんで、終わりにします。ありがとうございました。